海軍本部のある島マリンフォードには主に海兵たちの家族が暮らす大きな町がある。現在住人たちには避難勧告が出ており、避難先のシャボンディ諸島からモニターによって人々は公開処刑の様子を見守っていた。各所から集まった記者やカメラマンもまたここから世界へ情報をいち早く伝えるべく身構えていた。海軍から出される監視船は出航のたびに撃沈され、白ひげの目撃情報も皆無。マリンフォードに走る緊張感は高まるばかりで、迫る処刑の時間までとうとう3時間を切っていた。三日月型の湾島及び島全体を50隻の軍艦が取り囲み、湾岸には無数の銃砲が立ち並ぶ。港から見える軍隊のその最前列に構えるのは戦局の鍵を握る5名の癖者たち、海賊大岡七部会。そして広場最後尾に高くそびえる処刑台には、事件の中心人物、白ひげ海賊団2番隊隊長ボートガス D エースが運命の時を待つ。その眼下で処刑台を固く守るのは海軍本部最高戦力3人の海軍大将。今考えうる限りの正義の力がエース奪還を阻止するため、白ひげ海賊団を待ち構える。諸君らに話しておくことがある。ポートガス D エース、この男が今日ここで死ぬことの大きな意味について、父上の死から1年と3ヶ月を経て世界最大の悪の血を引いてきた子供、それがお前だ、知らんわけではあるまい。お前の父親は海賊王ゴールド・ロジャーだ。